飛行呪文の詠唱が完了した者より順次発進せよ。防御呪文班は第八詠唱室へ。この世界に仕えし四聖霊よ、汝の契約者たる我のもとに集いて、その偉大なる力を表したまえ。我が声に耳を傾けし風の精霊よ、我が機体の翼となりて重力の戒めより解き放ちたまえ。精霊の連時計最高値へ、いつでも発進できるわ。スプリガン出ます。
奴らの要塞の中心部だ。油断するな。了解。同盟国のアデイリー周辺に機械の反応が多数。急ぐぞ。飛空呪文の粘土ケースを上昇させる。対衝撃用呪文の詠唱準備を。了解。
前方に機械飛行兵の反応があるわ。気をつけて。隊長、俺たちはここから異形の洞窟を通っていきます。バカな、あそこはブライズバラの奴らでさえ基地を作るのを諦めた場所だぞ。心配しないでください。こいつは俺が思っていた以上の性能があります。こいつと一緒なら必ず抜けてみせますよ。そうか、もう何も言うまい。お前たち次第で戦局は大きく変わる。頼んだぞ。わかりました。行くぞ、リカート。ええ。
何かいると。今までのやつよりもずっと大きな生物だ。何？異形の洞窟に強いエレメンタル反応があったと申すか？はっ、洞窟内での戦闘の跡らしきものも発見したという報告も入っております。陛下、我が国の領土内に急速に接近してくる飛行物体があります。シースヘルの奴らに違いありませんぞ。かがなされます、陛下。知れたことよ。良いか皆の者、奴らを一人たりとも我が神聖なる領土へ入れることは許さんぞ。見つかったか。あれだけ派手なことをしたんだもの、私たちの動きは全て監視されてると思った方がいいわ。そうだな。よし、もうすぐ奴らの本国に到着だ。奴らの歓迎パーティーに耐えられるように防御粘土を上げておいてくれ。了解。
いつがこの地域の主力らしい。やつを叩くぞ。了解。城の中に突入するぞ。待って、何かとても邪悪なものを感じるの。何かしらこの感じ。罠が張ってあるのは当然だろう。しかし俺たちとこの機体の力を合わせればきっと抜けられるさ。分かったわ、行きましょう。ジェガ、
なんだここは。奴らの機械とは明らかに違う。これは一体。あれは何？大きな城だわ。よし、とにかくあそこへ行ってみよう。ついにここまでやってきおったか、シースフェルの虫けらども。たかが一体の精霊公平に我が軍がこれほどまでに追い詰められるとはな。しかし我が力の根源であるこの場所にやってきたことによって貴様らの命運も尽きるのだ。地獄の炎に焼き尽くされる前に貴様らに教えてやろう。ここは貴様らの惑星とは全く別の文明形態を持つ惑星の遺産によって作られたものなのだ。遥かなる古の時代、私の住んでいた星は最終戦争によって完全に破壊されてしまった。かろうじて生き延びることのできた我が同胞を引き連れ、我々は宇宙を放浪の旅に出たのだ。しかし長い放浪のせいで我々が貴様らの惑星に目をつける前に我が同胞のほとんどが死んでしまった。仲間たちを蘇生させるため我々は比較的文明の進んでいるブライズバラに目をつけた。まず最初に自分の体を機械化した。仲間たちを復活させるまでに必要な時間を生き延びるための体を手に入れたのだ。そしてブライズバラの奴らに我々の技術を与えていき、最終的には
我々が住んでいた惑星と同じレベルの技術力を身につけさせ、魔法と精霊などという馬鹿げたものに縛られている貴様らを支配してやろうと思っていたのだが、それもすべて水の泡だ。この償いは貴様らの命でしてもらおうか。行くぞ。なんだこれは、奴らの機械公平とは違うぞ。に落ちたか。行くついにブライズバラを倒したんだ。これでやっと平和な世界が戻ってくるのね。隊長たちも心配しているだろう。早くシースフェルに戻ろう。
おめでとう。君こそ真のシューティングマスターだ。これからもこの世界の平和のために戦い続けてくれ。